ディミトリー・アリエクサンドロビチ・フバロストフスキーは、ロシア、クラスノヤルスク市出身のバリトンオペラ歌手、声楽家。ホロストフスキー、フボロストフスキーとも呼ばれる。クラスノヤルスク芸術学校に学び、クラスノヤルスクオペラハウスで、リゴレットのマルドの役でデビュー。1987年のグリンカコンクールと1988年のトゥールーズ国際声楽コンクールで、 第一席を勝ち取った。1989年、BBC カーディフ国際声楽コンクールで優勝をかけて、グリンターフェルとの争いになり、勝利を収め国際的な名声を博すようになる。その後すぐにリサイタルを開始し、1989年ロンドンで、1990年、ニューヨークでデビューした。西側でのオペラデビューは1989年。 ナイスオペラでのチャイコフスキーのスペードの女王。イタリアでのオペラデビューはフェニーチェ劇場でのチャイコフスキーのエフゲニー・オネーギンで、アメリカでのオペラデビューはシカゴリリック・オペラの椿姫であった。ホロストフスキーは世界の主要なオペラハウスで演じ、その中にはメトロポリタン歌劇場、コベントガーデンのロイヤル・オペラハウス、ベルリン国立歌劇場、スカラザ、 ウィーン国立歌劇場が含まれる。当たり役は、エフゲニー・オネーギンのオネーギン役で、ニューヨーク・タイムズ氏は、彼はこの役を演じるために生まれてきたと評した。相性はディーマで、筋肉質の堂々たる体格、輝かしい銀髪、端正な顔立ちで、オペラ歌手の中でも目立った存在であり、その歌唱力と合わせて、オペラ界のトップスターの一人であった。 脳腫瘍を患い闘病生活を送っていたが、2017年11月22日にロンドンにて55歳で死去した。得意料理は豚肉とラム肉のシベリア風ペリメニ。ありがとうございます。